デジタルの力で日本の未来にさらなる可能性を。グロービズグーグル。今回さらなる可能性を開いたのは、人口はおよそ192万人、世界遺産の日光東照宮だけでなく、食や伝統工芸などの魅力が豊富な栃木県。今デジタルを活用して地域課題を解決し、県民のために新たな事業やサービスを展開しようとしている。栃木県庁が中心になりまして、大学、企業、団体などと連携を図りながら、デジタルハブを立ち上げて地域課題の解決に取り組みを始めました。しかし、このような取り組みを推進していくためには、デジタルに長けた人材が不足をしているというのが栃木県の大きな課題でありました。 DX を推進するためには、まず推進役となる職員の意識改革が必要と考え、栃木県はデジタルスキルを身につけられるグロービズグーグルの無料トレーニング講座の受講を決めた。すでに職員4300名以上が活用している。初めはですね、デジタルに対して消極的だったんですけれども、受講後はですね、積極的にデジタルを取り込みたいということで自分の業務に取り組んでくださった方が増えました。その結果、新しい働き方ですね、そういったものにもチャレンジする職員が増えたように思います。オンライン会議や情報発信など、積極的にデジタルを活用することで生まれた時間を新たな取り組みに生かしている。時間を有効的に活用できるようになったことで、地域課題の解決並びにですね、県民向けサービスの向上、こういったことにですね、時間を費やせることになりました。グロービズグーグルは2022年までに1000万人の方にデジタルスキルトレーニングを提供することを目標とし、地域に広がるパートナーとともに推進している。自治体が DX を進めることによって、人と人とのつながり、こういったものが強化されると信じております。そのことによって県民サービスの向上、並びに県外から栃木に訪れてくれる方々とのつながり、こういったことも強化できると考えています。デジタルは地域にとって、そして日本で働く人々にとっても大きなチャンスをもたらします。すべての人がその力を発揮し、生き生きと働くことができる社会を作るために、新しいスキルをすべての人に。グロービズグーグル。